ここは、ソーシャルカメラで映した世界。こんな大自然のみのフィールドなんて、別の仮想世界とか。先輩！いない。先輩、早く合流し。先輩！ユイ、そんなに急がなくても大丈夫だぞ。でも、せっかく3人のお出かけなのにもったいないです。ユイちゃんはしゃいじゃってるね。ああ、ちょっと珍しいくらいにな。ユイ、ユイでも、せっかく3人ユイちゃんはしゃああ、ちょっと珍しいユイパパま…キリト君の作った花飾りよく似合ってる。あ、なあ、パパ、ママ。わか。確かにゲーム攻略も基本は時間との勝負だからな。目の前に置かれた状況を楽しみつつ上位を目指すな。もうキリト君またごめんごめん。俺たちにとってはリアルと同等に価値のあるもうだから、今は親子3人でいられるこのゆったりとした時を。はい、でもゲームのことならパパのプライベートピクシー SAO、 ソードアートオンラインのこの ALOアルブヘイム、私にはナビ。そうだな、ユイ。よろしくね、ユイちゃん。はい。ユイちゃん？パパとママと、あの日私はすぐに
か。そうだな、20いろいろあったけど、あれ、そうだね、3人でずっと仲良く過ごす。あれからいろいろあったけど、はい、それを俺ももちろんは、はい、いつまでもずもちろんさ。あれ、あ、それほど、よし、パパとママがさ、はい、パパ、ママ、頑張って。やっ、全力でいくよ。私もゆいちゃんにママの強いところ見せるからね。それじゃあピクニック再開といきましょうか。はい。ゆい、いえ、何でもありません。さあ行きましょう、パパ。ねえ、ゆいちゃん、また一緒。はい。さて、この後どうしようか。そうね、一旦宿屋に行かない？まあ、
なんだこの音。緊急のインフォメーションってウィンドウに表示されてるよ。パパ、開いてみてください。なになに。本日現時刻より緊急のメンテナンスを実施いたします。アルブヘイムオンラインをご利用のプレイヤーの皆様には即時ログアウトしていただけますようお願いいたします。え、こんな急。普通は事前に情報を出すはずだよな。これまで ALO でこんなことはなかったよ。ちょっと嫌なこと思い出しちゃうね。アスナ、心配するな。俺たちは今アミスフィアで遊んでるんだ。万一ソフト的にログアウトできない状況になっても本体側から呼び戻すことが可能だし、現実。うん、もちろんそれは分かってるよ。またインフォメーションが追記された。なお、ログアウトをされないプレイヤー様に関しましてはロールバックといった障害が発生することもありえます。ご注意。おいおい、なんだか随分と強引だな。プレイヤーをそっちのけで問題を急いで解決しようとしているみたいだ。実際今言ったような障害ってありえるの？普通のオンラインゲームならまだしも、カーディナルシステムに守られたこの世界でその可能性は低いはずだ。バックアップ用のサーバーもたくさん用意してるだろうし、保守も万全だ。この ALO でそんなことは起こりえないと思う。ということは嘘をついてプレッシャーをかけてでもプレイヤーを。だろうな。でもなんで。パパ、ママ、早くログアウトをした方が。ユイ、私のことなら大丈夫です。二人がいない間は普段通りスリープモードに移行しておきますから。ユイちゃん。わかった、そうしよう。アスナ、俺たちは宿屋に行こうぜ。そこでアイテムを整理するくらいの時間はあるだろう。そうかもしれないけど。ではまた、パパ、ママ。ああ、またな、ユイ。ちょっと、キリト君？キリト君、待ってよ。ユイちゃんの様子が変だったよ。キリト君もわ。ああ、もちろんだ。え？そろそろいいだろう。ユイを追うんだ。追うって、ユイちゃんはどこに行くって。それはわからない。だがユイ、あいつは何か探している。うん、わかった。なんだ、ありゃ。ここって、スバルト。ああ。だが前まであんな巨大、ユイは。待たせろ！キャーこれは。キリト君がユイちゃんに作っ。ユイ。キリト君、急が、私。ああ。ユイちゃん！アスナ、止まれ！キリト君！アスナ、先に行け！こいつは俺が何とかする！分かった。聞いた通りだな。やはり貴様たちが標的のエレンということか。どこの誰だか知らないが、通してもらうぞ。行くぞ！我が名は黒の王、ブラックローダス。この程度、セイフ。はっ、はっ。
やるな、黒の妖精。何なんだお前は。せい、高度な AI ということから、新エリアの新たな試みとしては随分と手が込んでいるな。俺の行く道を阻むな、黒く尖ったアバター。正体不明には違いないが、数回刃を交えただけで分かる。お前とはどうも憎しみ合う関係にはなれそうもない。ここを通りたくば私に勝利することだ。貴様の全身全霊の力を持ってな、スターバーストストリーム。何だと。ふんふん、せいせい、ふんふん、せいせい、ふん。あだ名つまのめ、このなかなか楽しませてくれる。しかしまだここからだぞ。悪いが、そういうわけにはいかないんだ。恐ろしい実力だな、ブルーナイトやグラファイトエッジくらい。いや、お前との勝負にうつつを抜かしているよ。アスナ、ヒュイ、待て。あなたは、お前ならここへ来ると思っていた。ヒュイ、あなた誰、その子から。ママ危険です、この人と。ユイちゃん、アスナ、この電脳世界に様々な奇跡を呼び起こした。お前はいずれ後悔することになる。その戯れに興じた己の愚行をな。あなたは何を。さっきの黒いアバターの仲間なの。わらわか、ペルソナ、黄昏の魔女、ペルソナ・バベルとでも覚えておけ。妖精、いや人間よ。黄昏の魔女、ペルソナ・バベル。何を、ユイちゃん。これで目標の第一、人間たちに余計な知恵を与える邪魔な小妖精は、ここからが神々の黄昏の始まりだ。ユイちゃん、ユイちゃん。飛び上がった。あなたがこの塔を閉じたんでしょ。早く。無駄だ、この塔の封印はわらわ自身にも解くことはできぬ。何ですって、ユイちゃんをどうするつもりなの。言ったはず、こ、神々の黄昏。アスキリト君、ユイちゃんが。やはり来たか。どういうことか私にも説明してもらおうか。ブラックロータス。ほう、今までとは態度も。そして今のセリフ、この状況を見ればどちらに火が。お前が取り交わした条件を保護にした際、好きなだけわめくがいい、黒き。なんだと。すでに世界の改変が。敵モブが
囲まれてるね。アスナ、まずこいつらをどうにかした方が良さ。妖精の NPC たち、すまない。え、我が決断の過ち。せっ、多いな。おい、あんた大丈夫か。愚問だな。私よりも自分の心配をしたらどうだ。余裕ってところか。あんたみたいなタイプは嫌いじゃない。ああ、私もだ。やっ、ボン。やあ、覚悟して。デスバイバラージング。やっ、やっ、やっ、せい。やあ、覚悟して。決して許さない。あの仮面の女アバターか。あいつは一体何なんだ。わからない。私には NPC だと言っていたが、もはやその枠に収まる存在とは思えない。やっ、やっ、やっ、これで決めてやる。敵として立ちふさがられた時は正直参ったが、今は何だか心強いぜ。ああ、こちらも同じ意見だ。スターバーストスティッチ頼む。わかった。やあ、せい。やあ、やあ、はあ、はあ、スターバーストで全部だ。助かったぞ。この程度どうということはない。
敵は全部倒したが、ユイ。でもキリト君、破壊不能オブジェクトならあいつから開け。そろそろか、我が最強の。なんだこ、あの人が操ってかもしれないな。しかし、おそらくこの強さはエネミーだが、デザインに違和感がある。我々のなどと語り合っている暇はやはりないようだ。気づかれた。妖精たち、ここは一旦引くべき。でもユイちゃんが。アスナ、俺もユイがどうなったのか知りたい。どうにかしてだが、この異常事態の中で無謀なバトルをして、ここは一旦撤退しよう。キリト君、ユイちゃんを見捨てる。ごめん。二人とも急げ。ああ、必ず迎えに来るからね。ペルソナバベル、どんな理由があったとして。ここは…ふむ、どうやら…これはどういうことだ。スバルトエリアの景色。このデザイン、風化変遷。どこか落ち着けるところで。そうだ、まだログアウトしてなかったのね。で、そのメカメカしい人何？なあ、待て、この姿のままだと何かと都合。この操作で、うわ！人型アバターになった。どうやらこの世界ではデュエルアバターが鎧の扱いのようだ。それを脱ぐことでダミーアバターに変更できるらしいな。この姿の時は私のことを、そうだな、ロッ、どうせなら仮面も取ればいいのに。アスナ、ごめん、ちょっといろいろあって。そのあたりの説明は街に戻ってからにしよう。それなら大丈夫。そこの天衣門からクーとラインには戻れるわ。ラインにだけだけどね。何？あのログアウトのアラート以降そうなっちゃったみたい。私はどうしてもログアウトする気になれなくて。これもペルスのバベルの仕業ってことだろうな。ん？あ、まあいいわ。そうか。
町の様子もだいぶさ、ええ、ついさっき一気に町にプレイヤーが結構いる。リーファたちもまだだいぶ中かもな。おう、やっぱりログアウトしてなかったな、お前たち。エギル、お前の顔見るとなんだかす、うん、おい、うん、こいつは妖精アバ。なあ、とりあえず俺たちの方から。ユイちゃんが？ユイちゃんは高度な AI を持つとはいえ、N 大掛かりなクエストの一環なのかもしれない。なあ、最初はそういう可能性も感じ。スバルトエリアの荒野に突如出現、閉じ込められたユイちゃん。それにまだ全部がそうと決まったわけじゃないがな、うん、だがこれだけは確実だ。あのペ、その目的の一つとして俺たちはペルソナバベルの野望だな。やっぱ残っといて。じゃあ続けてブラ。ああ、私はこの世界へ。二人、シルバークローという銀色の体。先輩、綺麗で。え、え、何って。ゆ、いや、そういう意味じゃなくて、いや、あえてそれをうまく利用できれば先輩に思いを伝える。もういい先輩。でも先輩もすっげ、ありがとう。我々はニューロリンカーでグローバルネット、とあるフルダイブ世界で行われる決戦を目前に控えていた。我々のレギオン、ネガネビラスは白のレギオン仲間たちと共に英気を養い、着々。そんな時、ある噂が耳に入る。街の各所に配置されたソーシャルカメラによる映像を元に作られる、その VR フィールドにある全てのオブジェクトに元となる現、その影が本物だというなら、浮遊た、そんなわけはないと半信半疑で笑い飛ばしながらも、私たち。さて、そろそろレイカーたちも我々の残し、みんなもきっと後から我々が戻ってこられないようならな。はい。そう不安そうな顔をするな、シルバークロー。まだ見たこともない場所に行きたい、その先。確かにそうですね。僕確かに地上からあのどでかい影を見た時、すごくわ、まるでおとぎ話で見た天空の大陸がこの世界。普通のバーストリンカーがあの高さまで到達することはまず不可能だ。それこそ飛行能力でもない限りはな。それを可能にするのがスカイレイカー、そしてシルバーク。行けるのは、そう、そうだ。ならば我々は黒のレギオン、まだ見たこともない場所へと加速し、たどり、はい、我が王ブラックロータス。先輩、影が見えてきました。なんと巨大な。この先に何が。よし、クロー突入だ。はい、もちろん。これは神の、クロー。はっ、うん、ここ目覚めたようです。あなたは。私の名はペルソナバベル、 NPC。 それはこの世界が、あ、ここはアルブヘイムオンライン。あなたたちは空に広がるあの巨大な影を通り。アルブヘイムオンライン。はい、そういうことになります。そうだ、シルバークローは。バベル、私の連れを知らないか。同行者とははぐれてしまったようですね。即答だと逆に疑わしいな。ナビゲート中とでもお考えください。なるほど。この世界の NPC でナビキャラのお前が地上に。そうです。目的は。 NPC がプレイヤーを手助けするのは当然のこと。どうだろうな、私の。つまりは何。話が早くて助かる。実は私を狙った二人の妖精 NP。 どうか。妖精。はい、AL アルブヘイム。確か神話。私は魔女として妖精。確かに妖精には。どうでしょう、願いを叶えてくれたなら。正直NPC と言っている割に
応対が柔軟すぎるからだ。むしろ NPC だと偽装したプレイヤーなのでは。だがこれがゲームのクエストだというなら、だからもし今この全身の刃が、お、はい、そ、刻意の要請と、はい、わかった、お願いします。やはり本物はや、別の仮想世界。そうだ、それってコンバートってこと？いや違うようだぞ。コンバ、今の話を聞く限り、あ、表現としてはそれで正し、ちょっと待って、まずはそれを教え、確かに同じ、それは、え、それを言うことは我々に弱、そうだ、その言い方だと、すまない。いやそれはお互い様だ。今あの女はプレイヤーなのか NPC な、 GM 権限をも彷彿させるような特別なロッタ。君が、ユイはあの場で封印されていただろう。キリト、アインクラッドの歌姫。うん、前にセブンちゃんに聞いたんだけど、そう歌われてるプレイヤーアバターがいるんだって。なんで？ここは ALO なのに？その子も SAO サバイバーってことなのかな。詳しくは私もわからないんだけど、セブンちゃんがもともと仮想世界で歌姫をやりたいって思ったのも、彼女の映像を偶然見て憧れたかららしい。セブンはどこでその映像を見たんだ？ど、あの子のことだから、いろいろなルート。そいつが今、スバルトエリアにいる。うん、そうらしいよ。どんな子なのかちょっと気に。でもいるとして、こんな。それはわからないけど。ん？アスナ。ええ。行ってみるか。あいつか？そうみたいだね。アスナ、知ってるのか？えっと。まあ、SAO サバイバーなら。あ、あなたたちは、あなたがユナさん？ええ、そうよ。あなたたちは、キリトにアスナさんね。俺たちを知ってるのか？だって二人は、アインクラッドの攻略組の有名人でしょ？ってことは、あなたもやっぱり、SAO？ その言葉の意味を正確に受け止めるなら、それは、え？何を言ってるんだ？私は歌いたい。歌い続けたい。そしてみんなの力になりたい。そのためにこの世界で存在してるの。そう、歌声すっごく綺麗だったよ。ありがとう。なあアスナ、このユナって子ちょっと不思議な感じだよな。そうだね。でもあの歌声にしても褒められて、まあそうだが、なんだ、ねえユナさん、もしよ、どうして？あなたは歌を歌いたいんでしょ？こう見えて私たちのパーティーって今かなりの大所帯なんだ。聞いてくれる人もたくさんいるよ。おお、さすがアスナ、勧誘上手だぜ。そうね、私たちデスゲームの攻略にあれほど貢献した黒の、それよりもなあ、
今日はどうしたんだ。いい品を揃えて待ってるよ。お求めのものはございますか？いつでも来てくださいね。いい素材が揃ってるよ。困ったらいつでもおいでよ。